はい、ありがとうございます。先ほどまではベイトレバノンの当初何されてたのかっていうところのお話をお伺いしたんですけれども、ちょっとこれからは今後ベイトレバノンとして何をしていきたいのかっていうところをお伺いしたいなと思ってまして、うん、今後はどういうことをされていきたいんですか？はい、今後も、まあ、今までの通りではあるんですけど、日本に向けてレバノンの情報を発信していくっていうところに重点を置いていきたいと思っています、うんうんうん、はい、具体的になんですけど、どういう情報を発信していきたいっていうふうに考えてらっしゃるんですか？レバノンの情報ってやっぱり日本では全然報道されてなくて、うんうん、本当に事件が起きたりとかしない限りは日本に情報が入ってこないので、今レバノンの人がどういう生活をしているかとか、まあ、レバノンの文化的側面とか、うん、もう何でもカバーするんですけ ど、レバノンの情報をとにかく日本語で発信をしたいと思ってます、はい、なるほど。レバノンでしか普段は分からないような情報を、まあ、衣食住とか何でもですけど、うん、そういった情報をホームページを設けてそこで発信していくような形になるってことですかね？はい、そうですね。ホームページとインスタグラム、フェイスブックと使っていきたいと思います、うんうんうん、あ、そうなんですね、はい、じゃあもう SNS は全て活用してレバノンのことを知ってもらうっていう形を今後は考えてらっしゃるっていうような感じなんですね。はい、はい、そうですね。なるほど。具体的になんですけど、ちょっと一つお聞きしたいなと思ったのが、大竹さんの中で一番レバノンのここが面白いとか伝えたいとかってありますか？うん、先ほど魅力的な部分っていうのはパッションとか、うん、まあ、そういったところ、エネルギッシュなところっていうのをお聞きしたんですけど、はい、レバノンの面白さみたいな、日本とはちょっと違うようなところって何かあったりするんですかね？うん、レバノンはアートが強い国だと思ってて、で特にそのベイルートだとグラフィティ、壁にストリートアートみたいな形で書いてあるのが本当に街一面に広がってるというか、街中がグラフィティで埋め尽くされてるような場所で、それこ そのさっきのデモの時とかもデモに関するグラフィティが作られたりだとか、本当に日常的にいろんなメッセージ性があるものないもの、すっごいおしゃれなグラフィティがいっぱいあるんですね、はいはい、なのでなんかそういうのってやっぱり日本で全然知られていない側面かなと思うので、はい、アートの部分とかどれだけおしゃれな国かっていうのを伝えられたらいいなと思ってます。確かにそうですよね。ちなみにこの壁にペイントするって感じなんですよね？はい、そうです。それってまた消してまた新しいのを載せるとか、うん、そういう感じなんですか？そういうのもあります。ただもう本当に全部埋め尽くされてる感じなので、ここにも書くかっていうところまで、はい、多分結構書いちゃダメなところにも書いてあるんですけどとにかく書けるところどこにでも書いてますね、はい、実際それ書かれてる方とか姿見たことあります？はい、ありますね。書いてる人もいたし、同じビルにちょうどそのアーティストの人が住んでたりもしたので、うんうんうん、今日はここに書きに行くよみたいな感じででもそれお金もらってないんですよね？いろいろあるみたいです。お金もらえる時もあるし、多分勝手に書いてることもあるんですけど。勝手に書けるんですね、むしろ。まあまあバレなければまあでもそれがいい感じに組み合わさって、はいはい、それがベイルートの街になってるので。確かに、はい、でもそれ面白いですよね、うん、ああいう風に壁にいろんなものを描けるのも才能ですしね。そういうのすごく面白いなと思いますね、うん、はい、ありがとうございます。今後もなんかベイトレバノンではイベントとかもやっていくような感じなんですかね？そうですね、イベントもぜひやりたいと思っています。なんか今考えてることとかってあるんですか？そうですね、私が勝手に考えてるのはやっぱりそのアート系でちょっとやりたいなと思って、はい、そうなんですね、はい、そのぜひレバノンのグラフィティの魅力を、うん、広めたいなと思ってます。はい、ありがとうございます、はい、なんか聞くところによるとレバノンはお酒もワインも有名なんですよね？そうですね、意外と知られてなかったりするんですけど、はい、ワイナリーが結構たくさんあって、レバノンはお酒も飲めるので普通にめちゃくちゃ美味しいワインがあります。あ、そうなんですね。日本でも買えるので。へえ、なんかワインとかだと南アフリカとか、まあ、そんな感じのイメージあったんですけど、レバノンも全然出てるんですね。はい、ありますね。ブドウ畑が結構広がってます。そうなんだ、はい、ちなみにワインとかって結構飲まれました？レバノンに行かれた時結構飲みましたね。それ赤か白かロゼだったら、はい、自分は一番何が好きですか？赤ですね。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ美味しかったんですけど。それ渋さがあるってことですか？渋いです。結構渋めですね。そうなんだ、うん、もう全然僕はワインの美味しさ分かんないけどでもレバノンの赤ワインも有名っていうことを初めて知ったんで、もし興味があればっていうところも含めて、はい、ベイトレバノンのホームページは概要欄にリンクとして載っけておりますので、ぜひ見てくださいっていうところですね。はい、じゃあ最後にっていうところちょっとお話をお伺いしたいなと思ってるんですけど、はい、レバノンとかイランとかいろいろ行かれてると思うんですけど、まあ、そういったところを見られて日本っていうのをどういうふうに見えてるのかっていうところをちょっとお聞きしたいなと思っていて、大竹さんどう感じてますか？日本は特に私は中東にばっかり行ってるんですけど、うん、
それを踏まえて思うことは、はい、日本はもっと外から見られてる関心を持たれてるっていうことを自覚してほしいっていうのと、はい、そうなんだ。結構その中東に行くと日本について話してくれることが結構多いんですけど、はい、日本では中東のことを知らないのに、はいはいはい、中東の人は日本のことをこんなに知ってるんだって思うことが多くて、せっかくだったら日本も中東のことをもっと外に目を向けて中東を知ることでお互いに学ぶこともすごくあると思うので、なんかもっと外を見て、私的には特に中東を見てほしいなって思います。そっか、中東に行かれた時レバノンとかって結構日本のこと知ってたんですね。そうですね、結構関心がある人も多かったり。どういうトピックが多かったですか？やっぱりカルチャー的 なんか漫画とかアニメとかも多いですし、その機械的なその技術が発展してるっていうのもあるんですけど、結構みんな詳しく知ってるんだなっていうふうに思いました。まあ、確かに日本に住んでたら中東なんて情報なんてほぼ出てこないですよね。本当に直近とか爆発とかね、そういうネガティブなニュースっていうところはいっぱい出る一方で、ポジティブなところってあんま出ないんでね、うん、そういったところはぜひ知ってほしいっていう感じなんですかね。はい、ありがとうございます。じゃあもう一つちょっとお聞きしたいなと思ってるのが、いわゆる国際協力っていうのが大滝さんにとってどういうふうな捉え方をされてるのかなっていうのをお聞きしたいんですけど、はい、その部分いかがですか？国際協力は私はすごく簡単に捉えていいかなというふうに思っていて、はい、日本の外にいる人が持っている課題について、まあ、何かアクションを起こすことがもう国際協力だと思っています。なのでこのベイトレバノンも私正直最初国際協力だとは全然思ってなかったんですけど、はい、まあ、よく考えたらそのレバノンで起きていることを外に広めて、でそこから何か行動につなげてもらうっていうきっかけになるっていう意味では十分国際協力なのかなっていうふうに思っています。そうですよね、確かに中東で起きている現状とかを日本の人たちにちゃんと伝えるっていうところもおっしゃる通り国際協力の中の捉え方としては全然ありなんですよね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後になんですけど、国際協力に興味がある人たちに一言アドバイスするとしたら何になりますか？むしろレバノンに今後興味がある人に対してのアドバイスでも全然いいんですけど何かありますかね？そうですね、もうアドバイスするのも僭越な立場なんですけどもう国際協力に興味があるとか、うん、レバノンに興味があるとかだったら、うんうん、もう本当にハードルを低く考えて、もうとりあえずやってみたら、うんうん、いいし、レバノンにも行ってみたらいいと思います。はいはい、なんか結構考えすぎて国際協力ってちょっと難しい側面もあったりするとは思うんですけど、それはなんかやり始めてから考えればいいし、レバノンも行ったら大変だけどとりあえず行ってみれば楽しいので、はい、一回やってみてほしいなと思います。そうですよね、まあ、言語わかんなくても一回行ってみてどうにかなるのどうにかなるっていうところをちょっと感じてもらって世界を知ってほしいっていう感じですよね。うん、はい、はい、ありがとうございます。本日はレバノンに留学されたっていうところと、あとベイトレバノンについて大滝さんにお話しいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございます。